いいか？いいか？いいか？今日はな、とんでもない夜になるぞ！キュータン動画。さあ、ということで今日はですね、つながったことある人に、つながりの真実を聞いちゃいます！野放し！野放し。つながったことあるオタクの子が絶対にフォロワーの中にいると思う、いると思うというか、いるんですよ。よく DM で私つながっちゃいましてみたいなのが届いたりするんで、やめとんかと思いながらいつも読ませていただいているんですけれども、そんなみんなにいいとこも悪いところもあると思うんですよ。つながってしまった人にしかわからない、いいところも悪いところも、それをね、全部ヒゲの準備を出していきゃ。じゃあ優越感で爆上がりからの本性見えてガンナへ、つながったっていいことない、やっぱやっぱ優越感もあるじゃないですか。うわ、みんなの推しが私の推しだけになりましたって優越感でパーン爆上がりからの本性見えてがんない。だ、本性見えてがんないって、だからその人は本性がよろしくなかったんだろうね。だからがんないしちゃったんだろうな。まあそりゃさ、いいとこしか見えないじゃないですか、お活動をされてたら。それでいきなりもう親密になったら、そりゃあ人だからいいとこも悪いとこもありません。つながったっていいことない。そうですね、本当にそう思います。僕はただ優越感えぐいだろうな。バコンアが本性見えてバコンがんない、ドドンバ。あの子たちからの手紙一切読まない人いた、特定の子に情を持たないためらしい。それはいい風に言い過ぎじゃない？え？特定の子に情を持たないためらしい。え？じゃあ全部読めばよくない？全部読めばよくない？え？そんなことありません？ありません？え？じゃあ何ですか？そのお手紙を読んでしまうことだけで特定の子にか、え？だってさ、そもそも繋がってんじゃないの？特定の子に情、持ってますよ！舐めとんか！特定の子に情を持って繋がってますよ、だってそもそも。それって手紙読まないただのかっこいい言い訳でしょ？なんもかっこよくもないし。ねえ。手紙は、ファンの方からの思いのしおりです。思いのしおり、みんなで読もうよ。ステージではめちゃめちゃかっこよかったのに、プライベートだったら誰かわからんくらいブスだった。違うパターンだ、すっぴんと。すっぴんじゃなくて勝負できる？できなかったパターンだ。わね、かっこいいってことは男子か。珍しいね、男子で顔が違うって。なかなか、まあそっか、アイドルの方向性的にすっぴん違う人は全然違うか。全然違う人いるよね。だからそのやっぱ最近だと全然いいんだけどね、メイクもそうですけど、加工とか。え、誰、え、誰、え、だ、誰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 、ダンシャガっていう人がまあいるよね。そりゃさ、そうじゃないですか。で、言いけないとは言わないですけど、ダンシャガってことはあるよね。でもそれなんかつながり損だね。だってさ、そのかっこいい人とつながりたくてつながったのに、つながってプライベートだったら、おお、ドブスやんけっていうことでしょ。深夜にドライブ行くの楽しいよ。リアルね、めっちゃリアル。深夜にドライブ行くの楽しいよ。やだ、めっちゃリアル。深夜のドライブってやっぱ楽しいよね。僕もずっと深夜のドライブってしてみて、これはもうつながりとか全然関係なく、全然別件で、深夜のドライブって行ってみたいんだよね。一回 YouTube でやってみる企画で、深夜のドライブ。誰か一緒に行ってくんないかな、深夜のドライブ。シンドラ。深夜のドライブ絶対楽しいよね。だからさ、その、それこそなさ、海沿いとか走ったりさ、都内走ってもいいけどさ、絶対楽しいと思うんだ。誰か深夜のドライブ連れてってくんないかな。いや、運転するのはさ、あんま僕好きじゃないからさ、助手席に乗せてほしいんだけど、誰か深夜のドライブ連れてってくんないかな。誰か、誰しゃが。深夜のドライブいいよね。それが推しとでしょ？最高さーん！最高さーん！これ、
すごいなんか最高さとか言ってるけど、いつもはもうバチクソつながり良くないですって言ってますけど、それは一回置いといてってことですよ。今回に関してはもうつながり大スペシャルになってるんで、つながりダメ絶対はもう根本にあって、それを一旦小脇に置いといて喋り申せガンダシャー。深夜のライブ最高じゃん。うわぁ今日もライブ疲れたわ。お疲れさん、疲れだめだね、疲れ。いや本当もう今日もありがとうね、今日も来てくれて。うん、かかだ見えた、うちの方見えた、もう一番後ろで見てたしだ。うん、見えた。今日も盛り上がった、盛り上がったね、盛り上がってた。まあまあね、まあ、まあ、いつも通りって感じかな。そっか、慣れっからもんね。あんだけステージも立ってたら慣れっからね、お疲れ様。そうだ、え、なに仕込んだから、あ、お金、え、うん、あれ貸せないでしょ。あーでもちょっとあれ、お金貸してほしくて。うん、いいけど。さあなんだよ、かた、なぜかどこからか運営にバレる。つらんなやかた、つらー。ねえ、うちらの関係秘密だったんじゃないの、なんで運営にバレとる。スタッフ側にバレてんの、うちにできん確定は、もうなんでだろうか。本当に申し訳ないけど、ちょっと足臭くて萎えた。人間だった、結構人間だったってこと。やーだーねー、やだねー、足の匂い、足の匂い臭いの、やだねー、おだかだかだねー、きつー、きつー、やだー、足の匂い臭いの、やだー。推しとつながって夢見てて、なんかお家とか遊びに行って足臭かった。やだなぁ。やだやだ。想像だけで嫌になって。まあ人間だからね、そういうところも、まああるよね。そりゃさ、お笑い芸人と繋がったんですけど、お金くれくれってやばすぎる。だから売れないんだよ。さっきのコントや。あらがしてくんないから。そっか。てか僕のフォロワーにはお笑い芸人さんのお宅の人もいらっしゃる。まあいるか、そっか、確かにちょこちょこ DM 来るわ。だからアイドルだけじゃないよね、もうお宅っていうのは。それこそアニメ、俳優さん、歌手の人、 YouTuber、 配信者、 TikToker で、お笑い芸人さんとかもいろいろだよね。みんなお宅を抱えてんだな、すごいな。動画で言えないと思うけど、ほぼや相性悪かったら切られて草。最低だね。ねえ、マジ最低。何相性悪かったら切られて。ねえ。なんだと思ってんだろうか。ファンの人に手を出してっていうところが、もうね、Don't touch me.Don't touch me! Nice to meet you! 絶対 Don't touch me の後に言う言葉ではない。ひどいね。これをファンの人にそういうことでこう、ダメや！ちょっと読めないのとかめっちゃ来てるわ。これ読めないわ。読めないの送ってくれてるそのリアル作者、今朝どうだ、こんなエグいオタクがフォロワーにいるんか。皆さんぜひインスタグラムの方もフォローしてくださいね。推しはアイドルとして好きだったんだなと思った。人としては好きじゃなかった。経験者は語るだな。いやだからそうだよね、だからやっぱアイドルとして好き、そうなんだよね、うん、思うを思うを。え、どっかの夢から僕もそう思うお。そりゃそうだよな。だから僕もさ、別にさ、好きなアイドルの方とかいるけどさ、友達になりたいとかさ、思わないもんね。素敵よ、もちろん。みんな。でも、なんて言うんだろうか。いいとこだけなはず、
なかろうもっていう。だから、本当に思う。キューちゃんと友達になりたい。キューちゃん大好き。キューちゃん結婚しようみたいな言ってくださる方いるけど、本当に心から言わせて。やめた方がいい。もう本当に、あのね、性格に癖があります。ねえだから、もう全然思ってるのと違うから、やめな、そう思うのは。画面越しだから楽しいんだよ思っていただけるのは嬉しいけれども、ねえ、ですね。オタクからどんなマウント取られてもニコニコ聞いていられる。そりゃそうだ。だって、なんて言ったって、足は、繋がってるからねこれいいなぁ。めっちゃマウント取られてんのに、あ、そうなんだ。そうなんだ。いいね。いいねーって。余裕ぶちかまシーサーで聞けるさ、それは。だって、繋がってるんですもん。すれ違い通信。うわ、その余裕は羨ましいさ。いいなぁ、その余裕。うわ、気持ちいいだろうなぁ。気持ちべのやかだ。いいなぁ、マジかよ。それはいいわ、気持ちいいわ。あ、そうなんだ。めっちゃいいね。羨ましい、羨ましい。とか言えちゃうもんね。なんて言ったって足は。なやってるからね。すれ違い通信。ねえ、すれ違い通信って何？羨ましいさ。羨ましいさ。難しいです。羨ましいさ。羨ましいさ。このリズムちょっと難しいよ。みんなこのリズム捉えられたかな？繋がってて一番気持ちいいのってこの瞬間じゃない？オタクにマウント取られてる時、私は繋がってるけどねと思いながら、えぬえぬって言える時間って。サクサン。ダメだけどね。繋がりはダメだけどね。卒業の日にこそっと手紙渡されたけど、連絡先入ってなかったので繋がってません。Not guilty。え？推しから手紙もらったの？え？こそっと出待ちとかしてた時。推しかファンの人へその個人的な手紙、あ、でもファンレター返す人とかもいるからあれか。なんかさ、連絡先書いてないですやん。素敵じゃない偉そうな顔して。素敵じゃない？誰だよ、誰にしやが。いや、なんか素敵だな。なんかエモい、エモミュって感じ。マジか。なんかでもそれってさ、連絡先書いてない。じゃあ渡されたオタクの方はどんな気持ちでそれから過ごしていけばいいのだって。そんなもん、もうそんなことしないで会えないままの方がまだ楽だよ。だってさ、手紙なんてもらっちゃったらさ、それ以上求めてしまうやん。でも連絡先はもらえていないから、その先は求めても手に入らんやん。なぜ？やっぱ人っていうのは手に入るともっともっとと求めてしまうんです。もっと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 ね、もっとそばにいたかったんだってことですよ。体毛がキモい。毛、普段見えなかったはずの毛が画面越しでは確認できなかった体毛がキモ。推しの体毛キモいって思っちゃうんだ。マジか。あー、まあでも綺麗な状態だと思って好きになってるから、なんかブリンブリンに生えてるとキモーってなるのか。マジか。愛しいねってなんないんだ。愛しいにゃーってなんないんだ。マジか。まあそっか。だからさ、やっぱ夢の中の人だからね。そこですよね。思いがけないところにさ、とんでもない毛とか生えてるって、やっぱマジかーってなんだ。あるって言いたい人生だったさあなー。つながりダメ絶対。連絡ってそんなのあるのかよ。謎の自信があったのにな。グッズでも並びに行こうかな。そんな時に飛び込む
期待。